キックオフ福島キックオフ福島の時間です。今月から川岸アナウンサーと一緒にキックオフ福島の MC を担当することになりました今野香織です。よろしくお願いします。そして今週も福島県のサッカーを盛り上げるサポーター代表ゆささんと一緒にお伝えします。よろしくお願いします。今週も元気にいきましょう。よろしくお願いします、はい、元気にいきましょう。よろしくお願いします。さあ、まずは先週土曜日に行われた明治安田 J2 リーグ第22節岩手 FC の試合です。上位チーム相手に挑みました。明治安田と J リーグのパートナー10周年記念マッチとして開催された2位横浜 FC とのホームゲーム。記念のエコバッグが先着1000人にプレゼントされました。そして明治安田ブースでは血管年齢の測定や野菜摂取の度合いを測るベジチェックも行っていました。J リーグとともに、チームとともに地域の皆様の健康増進であったり地元の元気につながるような活動をしたいなというふうに思います。浜通りが元気になる取り組みをしようと、みんなで合言葉に頑張っているところです。キックオフの前には有馬選手の J リーグ通算100試合出場の記念セレモニーが行われました。おめでとうございます。お父さんそっくりです。そっくりですね。スターティングメンバーはこちらです。サンフレッチェ広島からレンタル移籍中の棚田選手が今季初スタメンです。楽しみです。前半26分赤のいわき、素晴らしいインターセプトから加瀬選手駆け上がります、そして中もグッと動き出して棚田選手来た。いやー惜しかった。合ってましたね。しかし31分横浜のコーナーキックで、キッカーの福森選手は今季11アシスト中です。素晴らしいボールでしたね。ここしっかり競ってたんですが、この後の反応、宇野香選手早かったです。惜しかった。追いかけるいわきは40分、ここのフィジカル勝負さすが強いです。山井選手こっからかわしてズドン決めた。惜しい。まずは1点返したいいわきは後半13分、ここビッグチャンスでした。5対3の状況です。素晴らしい駆け上がり全員、そして詰めてるからこそクックズドーン。決めたかった。悔しそうです。しかし17分の横浜、そして21分、この裏抜け素晴らしかったですね。石田選手もしっかりついてきたんですが相手がうまかったです。一矢報いたいわきは37分、やはり最後まで諦めないこういう気持ちがいわきらしいですね。決めたい。これもでも枠に飛んでます。アディショナルタイムさらに1点を失ったいわき、今季最多失点で今シーズン初めての連敗です。いや横浜ゴール前のクオリティすごかったですね。外国人選手のクオリティはやっぱすごかったですね、ただそれに対していわき FC らしく戦ったので若い選手も多いのでね、この負けを糧に次の戦いに向かってほしい。絶対次は勝てます。大丈夫。それでは J2 の順位表です。いわき FC は8勝7分け7敗で勝ち点31、順位は変わらず8位につけています。そして今日午後6時からホームハワイアンズスタジアムいわきで15位大分トリニータと試合です。連敗止めたいですね。そうですね、前半戦は2対0で勝利してそこから3連勝してるんでね、またここから勝って波に乗ってほしいと思います。はい。そして水曜日夜7時からはホームハワイアンズスタジアムいわきで天皇杯の3回戦サンフレッチェ広島戦です。ゆささんの古巣ですね。そうですね、 J1 のチームは福島に来る、もうみんなサポーターもファンも選手も楽しんで戦ってほしいです。はい、楽しみです。この後は福島ユナイテッドの試合です。
続いて先週の土曜日に行われた明治安田 J3 リーグ福島ユナイテッドの試合です。絶対に負けられない戦い。3連勝中と好調の福島ユナイテッドはアウェーでギラファンツ北九州と対戦しました。九州にも福島の熱いサポーターが応援に駆けつけました。ありがたいですね。前半11分、白の福島、相手の間で受けた大関選手、そして外に広げる、ここ森光太選手の真骨頂、ドリブルからのクロス、そして入ってきてるのは柴田選手、右サイドバックです。そしてその時間があるからこういうゴールが生まれます。中に3枚、そして塩浜選手が競った後に沢上選手、見てください、もうゴール前いるんですよ、うん、だからこそ相手が焦ってオンゴール、素晴らしいゴールです。福島4試合連続の先制点です。続いて前半36分、ここも間で受けて、そしてやっぱり自らアクションする沢上選手、こういう自分たちからアクションするからこそ生まれるチャンス、そして森光太選手がしっかり入ってきてる、素晴らしい、決めたい。前半アディショナルタイムです。ここもそうです、しっかり間でこのターン綺麗、そして詰めてる大関選手、ここからです、相手奪われるんですがすぐ奪い返す、だから二次攻撃につながる、ここからクロスを上げるんではなく細かくつないでいきます、福島らしいコンビネーション、振り抜いた、そしてここからまた自分たちにこぼれてきます、三次攻撃です、これも一緒です、しっかり横につないで間間に顔出して、ここから狭いレを抜けます、決めろ森子たち、決めなさい。追加点とはなりませんでした。すると後半4分の北九州、やはり決めると決めないとこういうシュートを入れられます。そして31分コーナーキックでした。そしてやはり決めると決めないと逆転されます。後半逆転を許し連勝は3でストップです。いや、福島は9試合ぶりの複数失点でしたね。内容的には悪くなかったんですが、ただもう決めるとこを決める、ここだけだと思います。次の上位対決に期待しててください。はい、それでは J3 の順位表です。9勝2分け8敗、勝ち点29で6位につけています。順位3つ下げましたが、前半戦プレーオフ進出圏内で終えています。そして明日午後3時からホームで5位 FC 今治と対戦です。湯沢さん、見どころどこでしょうか。前回5月はアウェーで2対1の逆転勝利、そして今治には前福島の監督服部監督、うん、そして尚志高校出身の松本選手もいますんでね、上位対決をねスタジアムで楽しみにしててください。注目するとこたくさんありますね。そしてこの試合はデフリンピックサッカー福島県開催決定記念スペシャルマッチとして開催します。障害のある方もない方も、すべての県民がスポーツに親しむことができる社会づくりを推進するため、この試合を手話応援デーとして開催。当日は手話で応援する解説リーフレットを配布し、手話応援のデモンストレーション、試合でも手話応援を行います。また手話の実演体験のほか、ミニ手話講座を開催します。そしてこちらです、ボール遊びと手話を楽しもうという湯沢さんが講師を務めたイベントですね。障害があるなしに関係なく、みんなが笑顔になるイベントです。いい顔して、先月22日、手話サークル郡山主催のイベント、ボール遊びと手話を楽しもうが開催されました。集まった子どもたちはおよそ50人。ボール遊びを始める前にゲームをしながら簡単な手話を学びました。手話が覚えられてとても楽しかったです。そしてボール遊びの講師は湯沢さんです。はい、今回で2回目だったんですが、子どもたちは元気いっぱい、障害があるなしに関係なく、みんな全力で難しいことにも挑戦してくれまして、足でボール扱うの楽しんでくれてましたよ。お母様たちサンダルでも大丈夫、そうです、まず聞こえる子どもたちには聞こえない子どもたちもいるってことを知ってもらう、また聞こえない子どもたちには聞こえる子どもとの交流の場を与えたいということがありまして、でたまたま湯沢さんの方とお知り合いになりまして、じゃあちょっとボールを使って遊ぶことを一緒に楽しみながら手話も覚えてもらえたら、子どもたちも飽きずに
楽しく学ぶことができるかなと思いました。子どもたちも楽しんでくれるということで、親御さんの方たちも本当に積極的に、子ども連れて行きますってことを言ってくださるので、私たちも楽しく、はい、お待ちしているという状況です。サッカーが楽しかったです。今日すごく楽しくて、またこの手話教室の時に行きたいです。とても喜んでたので、もっとたくさんあったらいいと思います。いや、ゆささんも子どもたちもすごいいい笑顔でしたね。やっぱ体を動かすとお友達とも仲良くなりやすいですよね。本当その通りで、体を動かすことで元気になるし、パワーが出るんで、こういうイベントは続けていきます。本当にありがとうございました。はい、続いて夏休みは J リーグに遊びに行こう全国招待キャンペーンのお知らせです。いわき FC はご覧のホームゲーム3試合が対象です。8月4日の秋田戦が200組400人、10日の愛媛戦、25日の熊本戦はそれぞれ150組300人を招待します。福島ユナイテッドもこちらのホームゲーム3試合が対象です。今月14日の宮崎戦、8月17日の琉球戦にそれぞれ250組500人、8月31日北九州戦は500組1000人を招待します。詳しくは各クラブの公式サイトをご覧ください。さあ、ゆささん、私の初 MC どうでしたか？もう最高で、スムーズに進んだんで、もう楽しかったです。今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。